ならず風の方も注意が必要ですね。屋根瓦などが飛んでくる恐れもありますのでお気をつけください。それではここからは減災リポートマップ確認していきましょう。ウェザーニュースが出しているホームページです。こちらがトップページとなります。この右上にオールチャンネルというのがございます。ここを見ていきましょう。減災チャンネルです。この中の右上クリックボタンというのがございますので、ここを押していきましょう。そうしますと皆さんから届いた減災リポートマップが出てきます。九州たくさんのリポートが届いています。熊本県やはりリポート数が多いですね。少し見ていきましょう。こちら本日の12時34分にいただいたリポートです。付録塀の崩壊が多いですねといただきました。さまざまなところでブロック塀が崩壊してしまっているようです。こう見てみても分かりますが、足元も気をつけなければいけないですね。つまずかないようにしなければいけないというのが伝わってきます。またその他にも届いております。こちら16時19分ごろ、1時間ちょっと前くらいにいただいたリポートです。外は砂ぼこりがあるのか、口の中がジャリジャリしました。歩道は落ちてきた瓦、また、崩れた塀などで危険な場所もあります。やはりこちらもそうですね。破片だったり塀だったり落ちてしまっているというものが多くなっています。夜間の移動時は注意が必要ですということなんですけれども、強い雨これから降る恐れがありますので、今まだ明るいという時間のうちに避難していただきたいですね。今のうちに行動していただきたい、安全な場所を確保していただきたいと思います。やはり夜ちょっと移動するのは危険ですね。はい、その他にも届いております。熊本市北区、古い家屋については半倒壊以上のものが目立ちますといただきました。こちらパノラマ写真で送ってくださっているのでちょっとキュッとなっているんですけれども、やはりこちらも塀だったりさまざまな壁落ちてしまっているのが分かりますね。そうですね、ニコ生の方でもコメントいただいているんですが、散乱したものが流れてきて排水溝詰まるかもと。そうですね、そういう恐れもありますね。なのでもしも近くに排水溝などがあって余裕があるようでしたら操縦した方がいいかもしれないですが、やはり今身の安全第一で過ごしていただきたいですね。はい、他にもいただいております。16日7時4分にいただいております。朝7時4分のリポートです。災害対策ガソリンスタンドではレギュラーガソリンが枯渇したということを店員さんから聞きました。廃屋と軽油ではありますが給油量制限がかかっています。行列が絶え間なく待ち時間は30分以上ですと、はい、いただきました。やはり車での移動をしたいという方も多いのでガソリンも求めている方が多いようですね。はい、たくさんのリポート、このように減災リポートとして届いております。ありがとうございます。皆さんからいただいた減災リポートを見ていきました。それではここからはトピックスの方を確認していきましょう。ウェザーニュースが出しているアプリウェザーニュースタッチ、こちら無料でダウンロードすることができます。見てみましょう。お、失礼いたしました。少々お待ちください。ちょっと待ってくださいね。一回消します。もう一度つなぎ直していきましょう。はい、見ていきたいと思います。こちらトップページは GPS 機能を使って皆さんがお住まいの空の様子というのが出るようになっております。ここにありますね、最新の地震情報を押していきましょう。こちら今の時間帯の一番新しい地震情報というのが出てきております。今ティッカーがちょっと出ているんですが、その
はい、ありがとうございます。左下ですね、吹き出しボタンのようなものがございます。こちら押していただくと、その最新の地震情報の震度、どこで地震が起きたのかというのが分かります。また真ん中のボタン押しましょう。こちらです。地震リストということで、これまでに起きた地震、時間ごとに書かれております。一番上が最大のものですね。はい、熊本で起きている地震が非常に多いんだというのが伺えるかと思います。計100件出ております。このような形で地震の情報を見ることができます。また左上の3本線を押していきましょう。そうしますとトピックス、さまざまなチャンネルが出てきます。このトピックスを見ていきましょう。平成28年熊本地震、現地被害と今後の注意点です。こちら皆さんからいただいたリポートとなっております。やはり瓦礫などこう倒れてしまっているもの多く見受けられますね。こちら本震と前震について書かれております。この特徴なんですけれども、前震14日木曜日21時26分に発生した地震としましては、どんと突き上げるような地震でした。それに加えてこの本震、震度6強、16日1時25分に発生しましたものは横揺れ、長い横揺れが続く地震でした。地震情報が入りました。予報センターにつない。予報センターから地震の情報をお伝えいたします。17時40分ごろ、最大震度4と推定される地震が熊本県の熊本地方で発生しております。最大震度は4、マグニチュードは 4.2 と推定されます。発生時刻は17時40分ごろ、震源は熊本県熊本地方、震源の深さはおよそ10キロです。これまで大きな地震が相次いでおりて、大きな被害が出ているエリアを中心とした地域で揺れを感じているという状況になっております。こういったエリアでは震度3ないしは震度4程度の揺れでも新たな災害が発生するという恐れがあります。不安定な建物や斜面などには近づかないようにお願いいたします。また揺れが収まるまではまず自身の身の安全を確保してください。その後周囲の安全の状況を確認の上、落ち着いた行動をお願いいたします。17時40分ごろ、最大震度4と推定される地震が発生しました。推定されるマグニチュードは 4.2、 震源は熊本県熊本地方、震源の深さはおよそ10キロとなっております。すでに揺れは収まっているかと思われますけれども、まずは身の安全を確保してください。また周囲の状況、安全を確認の上、落ち着いた行動をお願いいたします。崩れやすい建物など増えておりますので、すぐに外に出るのは危険です。実際に観測された地震の情報入ってきております。この地震で震度4を観測しましたのが熊本県の熊本となっております。17時40分に発生した地震の情報を予報センターからお伝えしております。17時40分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生しました。緊急地震速報による推定のマグニチュードは 4.2、 震源の深さは10キロとなっております。ここ数日続いている一連の地震の一環ということが考えられます。震度4を観測しましたのが熊本県の熊本地方。これまで強い揺れにより大きな被害が発生したエリアとなっておりますので、震度3ないしは震度4程度の揺れで新たな被害が発生する恐れがあります。倒壊しかかっている建物や急な斜面などには近づかないようにお願いいたします。震源の情報が入ってきました。17時40分ごろに発生した地震、震源は熊本県熊本地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4を観測しましたのが熊本県の熊本となっております。すでに揺れは収まっていますが、これまで強い地震が相次いでおり、すでに大きな被害が出ているエリアで強い揺れを感じている状況です。新たな被害が発生しているという可能性もありますので、
現在いらっしゃるところが安全な建物の中であればむやみに外に出ることはせず周囲の安全の状況を確認の上、その場に留まるようにお願いいたします。また建物に何らかの異変が見つかったような場合は外の状況を確認の上、落ち着いて避難活動をしていただきたいと思います。17時40分ごろに発生した地震の情報をお伝えしております。震源は熊本県の熊本地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4を観測しましたのが熊本市南区、熊本市西区、宇城市鹿島町、震度3を観測しましたのが熊本市東区、熊本市中央区、玉名市、氷川町、大和町、熊本美里町となっております。今回の地震では熊本市から南西側のエリアで比較的強い揺れを感じているといった状況になっています。17時40分ごろに発生した地震の情報です。震源は熊本県熊本地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測しましたのが熊本市南区、熊本市西区、宇城市鹿島町となっております。以上、予報センターから地震の情報をお伝えいたしました。17時40分ごろ、震源を熊本県熊本地方とします。最大震度4の地震がありました。震源の深さは10キロメートル、地震の規模を表すマグニチュードは 4.1 となっております。津波の心配はありません。震度4を観測しましたのは熊本南区、熊本西区、宇城市となっております。相次ぐ地震で余震による影響で地盤などが緩んでいるところもあるかと思いますので、この後もお気をつけてお過ごしください。それでは皆さんからいただいたリポートを見ていきましょう。熊本から届いたリポートを中心にご紹介していきます。熊本県の熊本市北区からいただきました。つい先ほどいただいたリポートです。グランドに車を止めて車内で過ごしています。この避難所到着した時と比べて前に駐車している車との車間距離が近くなっているなと思っていたら、度重なる余震で駐車位置が前へとずれていました。タイヤを引きずるように車ごと前へ進んだ形です。このまま余震や本震並みの揺れが来ると、すなわちに駐車するのは逆に危険かもしれませんといただきました。なるほど。度重なる余震でこう止めていて動かしていないにもかかわらず、ずるっと前に行ってしまっていたということですね。できるだけ車間距離を空けて止めておいた方が良いかと思います。続いて見ていきます。お次は熊本県の熊本市南区からのリポートです。今日一日電気も水もガスも使えていません。昨日節水に協力するためお風呂に入れなかったので、もう2日入らないことに。水の国熊本に生まれ水の恩恵を受けてきたのに、ちっとも日地もさっちもいかない状態です。今日の食事、朝テーブルロールっぽいパン2個、昼親戚に行って急遽食べたわさびふりかけご飯、夕方チーズフランス1枚とアンパンマンスティックパン1本、炭水化物が好きなのではなくこれしかなかった。被災地としてテレビに出てこないことには水も食料、また水も少量、食料に至っては回ってこず自分で調達することになります。親戚の家に水をもらいに行きましたが、大事に使って何日あるのか不安もあります。電気も来ていないため、お知らせメールはバッテリー確保のためにしばらく切ります。ご心配くださっている皆様、ありがとうございます。明日も会社はお休みになりました。といただきました。水も少量、また食料に至っては回ってこないというその現状が伺えますね。やはり水の備蓄などは重要なんだなというのを、確認せざるを得ないといったそんな状況になっているようです。続いて見ていきましょう。熊本県の天草市からのリポートです。風がとても強くなってきました。早めに自転車を倒して安全策を取りましたといただきました。はい、
だんだんと風が強くなってきていますと九州の方からいただき始めております。これから雨が降るというところも多いです。こちらのリポートではまだ雨が降っていないというふうにいただいているんですけれども、そうですね、雨風強まりますので今取れる柵今のうちにしておいていただきたいですね。続いて見ていきます。熊本県の甲子市からのリポートです。余震が続いているので家から離れ、父や母、兄弟の家族、そして祖父母と車で避難できるところに来ました。出る頃には雨が降り始めて強くなりそうですといただいています。そうですね、早いうちにこのサンセットの時間帯でも今のうちに避難できる場所、こう一日過ごす場所に移動していただきたいということをお伝えしていたんですけれども、もうすでにポツポツと雨が降り始めているようです。この後強まる雨風、ちょっと今日はしのげそうにないなと思いましたら避難所にしっかりと移動していただきたいと思います。皆さんからいただいたこちら最新のリポート、熊本からのリポートをご紹介してきました。それではこの後どうなっていくのか明日のお天気を確認していきましょう。全国の明日の天気をお伝えします。各地で雨が降り春の嵐となります。沖縄は雲が多く雨が降ったりやんだり、九州は雨風が強く雨具や丈夫な傘が欠かせません。雷雨や突風の恐れがあります。熊本県など余震の揺れが大きかった地域では地盤が緩んでいるところもあります。少ない雨でも土砂災害の恐れがあるので警戒が必要です。前日に比べて朝晩の冷え込みは緩むものの、慣れない避難生活での体調管理にはお気をつけください。中国四国は午前中は雨で丈夫な傘や雨具が必要です。朝はザーザーと本降りの雨になることもあります。沿岸では風が強く横殴りの雨にご注意ください。近畿は午前中はザーザーレベルの雨にご注意を、昼過ぎ以降はだんだんと止んでいくので傘の置き忘れにもお気をつけください。中部は午後から強まる雨に注意が必要です。夕方以降まで雨が続くのでしっかりとした傘をお持ちください。関東と東北は雲が広がりやすく雨が降りやすい空、お出かけの際に雨が降っていなくても傘をお持ちください。北海道は雲が多く雨が降り始めます。午後は風が強まるので大きめの丈夫な傘をお持ちください。以上、全国のお天気を見ていきました。はい、明日のお天気の方を確認していきました。3時間ソライブサンセットとして、天気の情報また地震の情報をお伝えしていきました。地震余震というのが大きなものが続いておりますね。今だんだんと雨の報告九州から増えてきております。この後熊本県では日付が変わる時間帯に本降りの雨、そして朝17日の早朝にピークを迎えそうです。これから夜になってくるということで辺りが見にくくなってしまいますので、今まだ明るいうちに避難できる場所に移動していただきたいと思います。そうですね、LINE ライブの方でもまずは身の安全の確保をだねというふうにコメントもいただいていますし、雨も怖いな、崖崩れとかも怖いというコメントも届いております。夜になってから崖崩れなど雨で崖が崩れてしまうという恐れもありますので、身の安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。この後ソライブ24では引き続き最新の天気また、地震の情報をお送りしていきます。お付き合いいただきどうもありがとうございました。失礼いたします。
Thank you.
こんばんは。ソライブイブニングをお送りいたします。さあ、この番組では引き続き地震の状況、そしてお天気の状況などをお伝えしたいと思います。さあ、今日はですね、14日木曜日に最大震度7の前震がありましたが、今日ですね、16日、日付変わって16日の午前1時25分に本震とされる最大震度6強の本震が発生しました。さあ、そして現在も強い余震が引き続き起きている状況です。この後も強い余震が発生する恐れがありますので、今日のソライブイブニングと、こちらのスケール M スケールを3でお送りいたしております。はい、さあ、それでは M スケールを確認していきましょう。さあ、通常ですとこの画面の下側、こちらの色が青色の M1、 こちらが通常レベルでお送りしているんですが、本日は地震の影響もありまして、人の命や財産に影響が出るレベルということで、赤いマークの M3 のスケールでお送りしております。さあ、現在こちら九州の方でも雨が降り始めたようです。さあ、この雨が明日の朝にかけて強く降ります。さあ、こちらの予想で、地震の被害が起きているエリアでも、この雨によって被害が大きくならないように、ちょっと今後とも新しい情報をお送りしていきたいと思っております。さあ、それでは現在の天気の予報、天気のアイコンをチェックしていきましょう。さあ、現在が、はい、こちら画面に映っておりますのが、皆さんからご報告いただいております10分天気の状況です。現在のこちらの九州地方を見ていきましょう。雨雲は少しかかっていたんでしょうか。現在まだ太陽が見えない状況といった報告を受けております。一部地域ではポツポツ雨が降っているとの状況もいただいております。さあ、そしてこちらですね、画面の西側です。この九州の西側にかなり強い雨雲が来ているのが分かりますでしょうか。こちらが明日にかけてこちらの本州に向かってきますので、こちらは注意が必要となっています。さあ、それでは全国の状況を見ていきましょう。九州から中国、四国地方を除いては全国的にうっすら太陽が見えるといった報告をいただいております。日本海側のエリアではかなり太陽が見えるといった感じでしょうか。部分的に地域によってはもう太陽が見えないよといった報告もいただいております。さあ、引き続き体感を見ていきましょう。現在全国的にちょうどいいといった報告もありますが、九州地方でやはりちょっと青マーク、寒いといった報告もいただいております。時刻も6時を過ぎきました。時刻18時過ぎまして、太陽も沈んできたので、日差しがない分寒くなっているといったこともあると思います。さあ、引き続き今度は風の状況を見ていきましょう。さあ、風ですが、そうですね、こちらはあまり風がないといった報告もありますが、穏やかな風といった報告が多いようですね。全国を見ていきましょう。全国的にも穏やかな風、そして九州の南側、髪が乱れるほどの風が吹いている。そして大分の海岸側ですね、沿岸部でも
風が髪が乱れるほどの風、こういった報告をいただいております。今後の雨雲の動き、そして低気圧の動きに注意していきたいと思います。さあ、それではこれまでに起きてきた地震を確認していきましょう。さあ、まずはウェザーニュースのインターネットサイトですね、こちら確認していきます。まずはウェザーニューストップページから、オールチャンネルから地震チャンネルを確認していきます。さあ、今日は遡っていきますと、もう未明ですね、夜中1時25分、熊本県熊本地方、こちらで震度6強の本震が発生しました。はい、こちらが1時25分に発生した地震の模様です。震源地がこちらの赤いマークで記されています。さあ、その後なんですが、この本震が発生した後もかなりこまめに余震が起きているのが見てわかると思います。1時44分こちらでも震度5弱、そして続いて震度6弱、3時になりますとまたこちらでも5強ですね。かなり5強以上の強い余震が続いているのが分かるかと思います。そしてその次ですね、3時55分も6強、はい、そして朝になりまして午前7時現の時点でもやはり5弱ですね。こちらはで、これは震源地が大分県に移っているのが分かります。そして再び熊本県で5弱の地震がありました。そうですね、本日余震がかなり起きております。引き続き最新の情報をチェックしてください。はい、さあ、それでは減災リポーターを見ていきましょう。こちらもウェザーニューズのサイトから入っていきます。はい、まずはトップページからオールチャンネルから減災チャンネルをクリックします。こちらが現在ウェザーニューズに届いたリポート、減災リポートです。こちらを見ていきましょう。こちらですね、まずは九州を見ていきましょう。やはり熊本を中心にたくさんの減災リポートが届いているのが分かるかと思います。特に土砂災害のリポートも届いていますね。それではこちらを見ていきましょう。熊本県の阿蘇郡です。夜中非常に大きな地震が阿蘇で起こりました。日が昇り家屋の崩壊や橋の崩れなど詳しい状況が分かってきました。今後も避難を続けます。そうですね、ここからもう日が落ちてきまして、これから雨が強まってきますので、これからの避難といったのはちょっと危険で二次災害にもつながる可能性があるので、最新の情報を必ずチェックしてください。そして引き続き見ていきましょう。さあ、こちらの減災リポート、熊本県熊本市、家が流されるかも、決壊するかもで避難とのリポートをいただいております。そうですね、ちょっとこちらの建物の損壊のところを見ていきましょうか。
さあ、こちらは熊本県熊本市です。明るくなり、ご近所の被害も分かりましたが、私のアパートもご覧の通りです。そうですね、やはり崩れている状況ですね。壁に亀裂も入っていますね。やはり夜中の1時25分に本震があったということで、被害の状況が明るくなってから分かったことも多いかと思います。続いて、こちらを見ていきましょう。熊本県熊本市です。夜が明けたら家の前の道路が地割れしていました。道路にまっすぐと亀裂が入っているのが見てわかりますね。ちょうど本当に車が走っていなかったのが良かったと言いますか、飛行中の幸いと言いますか、こういったところも車の運転中だったら危ないですからね。こういったエリアもかなり多かったんじゃないでしょうか。はい、以上、減災リポートを確認していきました。さあ、それでは特設サイトを確認していきましょう。さあ、それではウェザーニュースタッチですね、こちらを見ていきましょう。ウェザーニュースのアプリを起動します。はい、左上の3本線をクリックしていきます。今こちらのトピックスにあります一番上の平成28年熊本地震現地被害と今後の注意点から見ていきましょう。こちらが被害の状況です。かなりお家や瓦礫など崩れているのがこの写真からもわかるかと思います。さあ、こちらでは地震の様子、はい、書かれております。まずは地震、本震が震度6強、本日16日土曜日1時25分に発生しました。マグニチュードは 7.3、 そしてこの前震となります14日木曜日夜の9時26分に発生しました震度7、こちらはマグニチュード 6.5、 こういった情報もお知らせしております。こちら画面を下にスクロールしていきましょう。皆さんからの減災リポートもいただいております。本当に古い家屋がこんなにも崩れている写真を見るとちょっと辛くなりますね。そして現在までの地震活動の様子データも載せております。こちらの本震の後も余震がもうひっきりなしに起きている状況ですね。こちらの余震も先ほどからデータ見ていきますと5弱から6弱とかなり大きめの余震が多かったですよね。こういったことによる家屋の倒壊がさらに広まっている感じです。気象庁の情報によりますと、この最低でも1週間、場合によっては1ヶ月程度注意が必要といった情報も出ています。はい、皆さん、本当に体調管理にはバッチリとしてお過ごしください。さあ、それでは、
あ、特設サイトを見ていきました。さあ、ここからは皆さんから届きました最新のリポートを確認していきます。まずはこちらのリポートです。まずは北海道のお写真をリポートをいただいております。北海道ではグレーな空です。この後は下り坂ですかといったコメントをいただいております。かなり寒そうですね。日差しもないので本当に寒そうな空をリポートしていただきました。さあ、続いてはこちらを確認していきましょう。こちらは山形県上山市。さあ、こちらは今日の夕日霞んでます。天気は下り坂へ。皆さん一日お疲れ様でした。こちらではそんなに雲は厚くないといった感じでしょうか。ただ霞んでいるということですね。太平洋側のエリアと北海道とではかなり雲の厚さが違った様子ですね。このあと雨雲は現在九州の西側にいますが、明日にかけて東日本にも進んできそうです。さあ、続いてのリポート見ていきましょう。続いては茨城県日立市からです。朝は晴れていたのですが、次第に雲が増えて今はグレー雲があります。明日は雨のようです。本当に雲が厚く覆われてきているのが分かりますね。体感はちょうどいいとのことです。さあ、続いてのリポートいきましょう。続いてはこちらです。愛知県です。愛知県の長久手市、体感はちょうどいいとのことです。青空が広がっていますね。風が強いです。九州、熊本の皆さん、続く余震に気をつけてくださいとのことです。続いてのリポートを確認していきましょう。続いては福岡県粕屋町。強風が吹いています。雨がそろそろ降ってきそうです。二次災害が心配です。そうですね、体感も寒いということで朝晩の冷え込みに注意が必要です。今日は日中も気温も上がりましたので、皆さん寒暖差が激しいと体力の消耗が心配されます。皆さん気をつけてお過ごしください。さあ、続いてもう一枚見ていきましょう。続いては宮崎県都城市、体感はちょうどいいとのことです。風が少し強い、雨が心配とのことです。確かにこれから雨が降ってきそうな厚い雲が見られますね。こちら九州地方に関しましては現在雨がパラパラ降っているところもありますが、今夜から明日の朝にかけて雨が心配されます。最新の情報を確認してください。以上、最新のリポートを紹介していきました。さあ、それでは予報センターに今後の天気を確認していきたいと思います。予報センター吉野さん、こんばんは。失礼しました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さあ、現在なんですが、
雨雲の様子はどうでしょうか。はい、まだ活発な雨雲というのはかかってきていないんですけれども、先ほど夕方前から九州そして中国あたり比較的弱い雨雲が通過していきまして、地震の被害が大きかった熊本などでも一時的にパラパラポツポツという雨が降っておりました。そしてその西側ですね、現在朝鮮半島から東シナ海方面、前線に伴う活発な雨雲というのは近づきつつあるような状況です。今夜遅くから明日の早朝にかけましてはこういった雨雲が九州エリアを通過しまして、1時間に30ミリから40ミリ程度の強い雨というところを観測する可能性があるといった状況です。このあたりの雨雲の動きを今後の気象予測モデルで見ていきますと、今日の夜9時になりますとこの雨雲もう少し近づきまして、その前面の雨雲というのが再び九州に雨を降らせるようになります。この段階ではまだそれほど強い雨ではありませんが、時間を進めていきますと23時前後ですね、こういったあたりから前線本体に伴う活発な雨雲というのが九州にかかり始めるというふうに見ております。特に被害の大きいエリア熊本あたりでもちょうど日付が変わる前後から雨の降り方が強まってくるといった状況です。これは前線に伴う雨雲で幅というのはそれほどないんですけれども、非常に活発な雨雲ということで短時間に強い雨を降るということが考えられます。この雨雲時間を進めていきますと午前3時から6時ぐらいにかけまして多少強弱を繰り返しつつ強い雨を降らせるということになりそうです。場所によっては1時間に30ミリを超えるような状況となりますので、すでに地震の被害が大きいエリアでは二次災害に対する警戒が必要となります。また少し拡大して見ていきますと、ちょうどこの前線に伴う雨雲の前ですね、接近前というのはオレンジや黄色で示されている強い南寄りの風というのが吹きつけてくるという恐れがあります。特に地震の影響で屋根にダメージを受けている家屋などこういった風でさらにそのダメージが広がるということも考えられます。雨だけではなく風への備えというのも必要になりそうです。今夜から明日の早朝にかけまして九州エリアではかなり強い雨風に見舞われるということになります。通常では大きな災害につながらないレベルの雨でも今回地震によってすでに建物が大きな被害を受けたり地盤が緩んでいたりすでに崩れているエリアというのもありますので、そういったエリアでのさらなる被害拡大というのが懸念される状況と言えると見ております。はい、本当に前線に伴う活発な雨雲がありましたね。はいはい、そうですね。はい、なので皆さん外に不要な、ね、外出はなるべく避けるようにといったことでしょうかね。そうですね。現在なかなか避難所の中に入れずに外で、避難、しているという方も結構いらっしゃる状況かと思われますけれども、できる範囲でですね、この雨が降っている強い雨の時間帯は室内など雨風をしのげるエリアに移動していただきたいと思います。すでに夕方日没の時間近づいてだんだん暗くなってきます。足元等悪い状況続いていて移動が難しくなってきますので、雨風をしのげる場所というのをできるだけ確保していただきたいなといった状況です。はい、それでは雨風のピークを確認していきたいと思います。はいはい、この前線低気圧に伴う雨雲その他のエリアにも強い雨風をもたらす見通しです。この地震によりまし、この雨によりますと九州では今ちょっと説明した通りに日付が変わった頃から早朝あたりが雨風のピーク、そしてその後低気圧前線の更新に伴いまして順に東へと雨風のピークが移っていきます。中国四国エリアが明日の早朝から午前中、近畿エリア明日の朝から午前中ですね、お昼ぐらいまで、そして、東海や北陸エリア中部では明日の日前後となっております。というわけで明日は広いエリアで風や雨に注意が必要ということですね。はい、そうですね。かなり広い範囲で雨風を及ぶということになりますので、九州以外でも注意警戒が必要な状況です。はい、こちらで予報センターから地震の情報をお伝えいたします。18時25分ごろの地震の情報です。最大震度は4と推定されます。マグニチュードは 4.2、 震源は熊本県の熊本地方、震源の深さは10キロと推定されます。すっくり返し地震の情報をお伝えいたします。18時25分ごろ最大震度4と推定される地震が発生しました。マグニチュードは 4.2、 震源は熊本県の熊本地方、震源の深さは10キロと推定されます。
すでに揺れは収まっているところ多いかと思われますけれども、まずは身の安全を確保してください。比較的安全な建物の中にいらっしゃる場合は、外の方が危険な場合が多いというふうに考えられます。外に飛び出すのは危険ですので控えてください。実際に観測された震度の情報でも、熊本県の熊本で最大震度4を観測しております。18時25分ごろに発生した地震の情報です。緊急地震速報による推定ではマグニチュードが 4.2、 震源地が熊本県の熊本地方、震源の深さがおよそ10キロとなっています。この地震で実際に観測された震度、熊本県の熊本で震度4となっております。今回の地震、それほど広い範囲での震度3以上の揺れというのは推定されておりませんが、すでに地震によって影響を受けているエリア、こういった震度3から震度4、通常では大きな被害がないレベルの揺れでも、建物が倒壊したり地盤が緩んでいるところが崩れたりする恐れがあります。急な斜面、そして不安定な建物などには決して近づかないようにお願いいたします。18時25分ごろに発生した地震、震源は熊本県熊本地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4を観測したのが熊本県の熊本地方となっています。今回の震源、一番揺れが強かった16日1時台の地震に比べますと、やや震源は南西側、海に近いエリアという状況になっています。この震源に近いエリアで震度4を観測したと考えられます。詳しい震源、各地の震度の情報も入ってきております。18時25分ごろに発生した地震、震源は熊本県の熊本地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4を観測しましたのが熊本県の宇城市、熊本美里町、震度3を観測しましたのが熊本市南区、氷川町、甲佐町、鹿島町となっております。この地震による津波の心配はありません。以上、予報センターから地震の情報をお伝えいたしました。予報センターから最新の天気、そして地震の情報をしていただきました。さあ、先ほど18時25分に熊本県熊本市で震度4の地震が発生しました。この地震による津波の情報はないとのことです。さあ、それでは一旦インターバルです。
ソライブ24イブニングです。引き続きこちらの番組では気象情報に加え地震の情報をお伝えしていきたいと思います。さて14日木曜日に最大震度7の地震が発生しました。そして16日今日の夜1時25分に最大震度6強の本震が発生しました。さあその後も強い余震が引き続き起きております。今後も強い